フェラーリ F186 は、スクーデリア・フェラーリが1986年の F1、世界選手権用に開発したフォーミュラワンカー。ハーベイ・ポスルスウェイトを中心とするデザインチームが設計し、1986年の開幕戦から最終戦まで実戦投入された。F186 のシャーシ開発には、コンピュータ支援設計、製造技術が導入された。 全モデルの156、85よりも全高が 160mm 低くなり、高いエンジンカウルでリアウィングへの整流を行った。V6 ターボエンジンは、下級機を KKK 製からギャレット製に変更。燃料搭載量195リッターとする新規製に対応しつつ、出力向上を図った。1986年シーズンの最高成績は、 ミケーレ・アルボレートがオーストリア GP で獲得した2位。ウィリアムズ・ホンダやマクラーレン・タグ・ポルシェが展開する優勝争いには加わることができず、1980年以来の年間、霊勝に終わった。ステファン・ヨハンソンは終盤戦コンスタントにポイントを稼いだが、シーズン後にチームを去ることになった。F1 から86、a l l m o d e l s f e r a r i c o m 2011年11月25日閲覧。ありがとうございます。